あの近々転職で、ちょっとあのあのアメリカの方に行こうかというふうに考えてまして、であのもうすぐ面接を一社、ちょっと受ける予定なんですね。で、その際にやはりあの緊張したりとか、どうしてもいろいろな思いが降りてくることがあってあの、ちょっと心配になる時もあるんですけど、そういう時にあのぜひ何かいい、例えば私のようなケースだけじゃなくて、他の皆さんもなんかった。 大事な交渉事とかいろいろあるかと思うんですけどその時に役立つようなクリーニングとか何かあのいい方法を教えていただくとありがたいですお願すオーナー of the business, but I'm thinking about trying to move to the United States. I'm going to have an interview, one interview,、uh, when you s、all. So I'd like to know、uh, what would be helpful、uh, in occasion, like interview or... 例えば、面接を受けるときに面接が行われる場所の名前と住所をあらかじめ知っているということは大変重要です。 Addresses are very important as many of our problems are caused by connections with places. You want to include ahead of time the names of the interviewers if you know them, the company name, and any questions that you また、もし面接官の名前がわかれば、面接官の名前、それから先方の会社の名前、えー、そして、こんな質問が想定されるという、その面接の想定質問もクリーニングのする対象の中に入れていただくといいでしょう。Most important is to talk to your Uligi Peely and make sure that he or she is willing to go with you to the interview. 最も大事なのは、ウニヒピリと対話をしていただいて、ウニヒピリがあなたと一緒に、その面接会場に一緒に行ってくれるように、確実についてきてくれるようにするということです。Because if your ウニヒピリ is unwilling to go, you have no hope. で、もしウニヒピリが行きたくないという場合に、あなたに希望はないわけです。私か。when somebody is interviewing you, They're really wanting to know you. で、相手の方があなたに面接をするときには、あなたという人のことを本当に面接官は知りたいわけです。And if half of you isn't r they won't know you. で、そのとき、あなたという存在の半分がその場に来ていなかったら、先方はあなたという人を知り得ないわけです。So when we're stressed, our soul leaves. で、我々はストレスを感じた状態になると、 私たちの魂は肉体からちょっと離れていってしまうんですね。The soul is your u n i h i p i and your u h a n your conscious and subconscious で、この魂と呼んでいる部分はあなたの、まあ、潜在意識、u n i h i p i とそれからまあ表面意識、u h a n の部分ですね。But the essential part is being yourself, knowing your self identity and being able to be yourself in that interview.

So, when I come here to Japan, my hope is to experience divinity in Japan. And as I experience divinity, this allows you the freedom to do the same. 私が、神聖なる存在ともを経験すたこようをとがでときれば、皆様もまた同きように、私れなを経験するこ私なとがで私なきる私しょうな私が神聖なる存在、デつけたと私なを経験したときに、私様を見たときに、皆さんなもまた神聖なる存在だというふうに、見えてきます。That means you look perfect. とといううことは、もうあなたは完全な存在なんだということなんだ。そしてあなたは美しい存在。あなたが神聖なる存在と共にいることができれば、面接官もまたあなたをそのように見てくれるでしょう。そしてあなたの方も先方を見たときに、 同じような見方で見ることができるでしょう。